マノ川同盟、マノ川同盟は西アフリカの国際機関。加盟国間で経済協力を行い、経済を発展させることを目的としている。加盟国は2009年現在、リベリア、シエラレオネ、ギニア、コートジボワールの4カ国である。名称はギニア国境近くの高地に発し、シエラレオネリベリア両国の国境をなすマノ川に由来する。 マノガワ同盟は1973年、リベリアのウィリアム・トルバート政権と、シエラ・レオネのシアカ・スティーブンス政権の間で合意され、設立された。1980年にはギニアが加入したものの、1990年代には、リベリア内戦が、ついで、シエラ・レオネ内戦が勃発し、同盟は、機能を停止していた。しかし、両国の内戦が終結したのを受け、 2004年5月20日、ギニアのランサナコンテ、シエラレオネのアフマドテジャンカバー、リベリアのジュデ、ブライアントの3首脳が会談し、正式に再開された。その後、2008年4月1日に、コートジボワールが、リベリアのエレン・ジョン・ソン・サー・リーフ大統領の要請によって、同盟に加入した。現在の主席は、エレン・ジョン・ソン・サー・リーフである。ありがとうございます。